はい、皆さんおはようございます。まいのりです。というわけで今回も初心者のための居残り指示やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、その中で今回見ていくのは銀行の地下ですね、お火花使って攻めてるラウンドです。でですね、見ていきたい内容としては、ちょっとね難しいかもわかんないんですけど、僕がまあプレイしてる時割り食を使って、で最後ねプランター設置役をするんですけど、その割り食それから設置役をしてる時の僕の頭の中というか、どういうことを考えて立ち回ってますよっていうことを説明できればなと思ってます。最初に話しておくと、割り食って結構ね、難しいイメージあると思うんですよ。特に初心者の方はね、責任が重いというか、失敗しちゃいけないみたいなね、難しいイメージあると思いますけど、やることとしては、僕の中では結構シンプルだと思ってて、やりたいことは割りたい場所、割る場所をしっかり割って、その後に基本的に設置役を任されるんで、設置できる場所を確認して設置できるかどうか、でできないんだったらなんでできないか、これが邪魔、これが邪魔っていうのを確認して、じゃあそれを排除する方法を考えて排除して、排除したらじゃあ設置いきますっていう流れだけなんで、で設置した後の動きとかも軽くね、後でまた説明したいと思うんで、はい、ちょっと難しいかもしれないですけど、とりあえず、ね、見てみましょうか。はい、あと5秒。そうだ、なんで今回銀行をね選んだかっていうと、僕はですね、割り食使ってて一番難しいなって思うのが、銀行の地下攻めてる時の割り食がなんかやっぱ難しいイメージがあるんで、あえてね今回難しいその、銀行地下の割り食っていうのを見ていこうかなと思ってます。はい、じゃあ見ていきましょうか。まずはリスキル警戒ですね、ドローンで自分の枠位置の、リスキル、ここだと2階を確認して出てこないということで、上を見ていきますと。で一応ね、これから2階を僕が見ていくんですけど、地下攻めるときにもちろんね、上に敵がいられると1階取ったところで2階に敵がいるともう攻めづらいんで、2階のクリアリングをしておきたいっていうのはもちろんです。はい、それでとりあえず、ね、ここでドローンを回して、吹き抜けから抜けからチラチラと見ていくんですけど、壊せるカメラはね早めに壊します。はい、壊しまして、でここで僕はですね1階に行きます。でこれなんでかっていうと、ここがすごく大事なポイントで、割り食をやるときにすごく大事なことは、全部を自分でしようとする必要はないです。クリアリングしている敵倒して、取りたい場所取って、安全確保してから割る場所割るとか、そんなのいちいちやってるともうほんと時間がなくなります。時間足りなくなるので、特にこういう3階まであってね、で地下攻める時とかってほんと時間が大事なんで、ここは2階にね、今回2人なんか味方さん2人来てるなーっていうのを見れたんで、ここでね、いる、じゃあ2階も任せて、僕はですね割りたい場所っていうのは1階の空き部屋なんで、もうそこをまずは自分で見ていこうというふうな判断になりました。で見ていくんです。ここでちょっとねスレッチさんが降りてきたんで、じゃあこれそのまま、ドローン役してスレッチさんに、ね、撮ってもらおうという感じですね。もしスレッチさんが上に行ってたら、自分だけでねドローニングしている敵をまず、味方に報告するなりピン立ててね倒してもらうなりして、安全確保してから入るっていう流れですね。中央階まで引いた。はい、で今ジャッカルさんがもう全部3つけんのこれ大変だなジャッカルが2階を、クリアリングしてるんで2階を任せて、で空き部屋の、まずは敵がいないことを確認してるんで、中央階見ておきながら味方が、空き部屋取ってくれて安全を確保したと。そしたら割り役として割る場所を割る。でここで1分半残ってるんで、かなり時間余ってるんですね。もし2階クリアリングして2階取って、次また1階に降りて1階クリアリングして、割りたい場所割り行くってやってると、多分残り1分ぐらいしか余ってなかったと思うんですよ。なので割り食使ってる時にも安全第一で考えすぎて、しっかり全部クリアリングして敵を倒して敵をどかして安全確保してから割りに行くとかやってると、時間が足りなくなるマップもあります。そこはちゃんと時間を見ながら、自分は今どうすべきかっていうことを判断する必要があるんで、ここがねちょっと難しいかもしれないですけど、今回のこの、僕のね考えてることの流れを見て、なるほどそういうふうに考えて2階とか飛ばして味方に任せて、省くかなって、一つの手順を省いて
ある場所にすぐ行くとかっていう判断もあるんだなっていうことを理解してもらえたらいいなと思います。はい、その中で割っていきますと、行きますよ、コスケさん。で、割った後に千代海上がり、まあ銀行で言うと千代海は上がってこられたくないんで、千代海に対して、まあ、ドローンを入れるんで、まあ、味方に見てもらうという感じだったんですけど、まあ、味方さんがやられちゃったんで、ここでディフューザーだけで回収して中央海を、ロックすると、僕がディフューザー持ちなんでロックは無理なんで、ドローンでですね、中央海上がりは、まあ、ある程度警戒すると、はい、まずはまあここまでが割り食としての動きというか立ち回りですね。ここまで大丈夫ですか、僕の考えてることというか、まあ、その辺を喋ってみましたけど、ここまではまあいつも通りの割り食の動きで、こっからは 割り食ってよりはもう割る場所終わったんで、設置役ですね、プランターとしての動きなんですけど、ドローンで回していきます。で、ここでね、1回上がられたっていう報告が入ってたんで、どこに行ったかなっていうのを確認を軽くしてるんですけど、ただ残りもう40秒なんで、ちょっと警戒しようにもなかなか時間が足りないんで、味方の配置を見て、上はまあ任せて、で、僕はまあプランターなんで、最後これからねドローンを回していくんですけど、ドローン回す前に話します。あのドローン回しは敵を探すだけじゃないです。補強場所とかミラの場所とか、あとまあイービルやカメラとかガジェットの場所とかね、そういうことも全部見るのがドローン回しなんで、そこを意識してまず見てみてください。はい、一瞬ですけどチラッとまず監視室見て、その後通路チラッと見ます。はい、これでここで何を僕が考えたかっていうと、一瞬ですけどね、回していって、プランターとして回しますよ、もちろん。回して設置どこでしようか、でここにミラ窓があります。っていうことは、サーバーこの位置で設置しようとすると、多分 C4 飛んでくるだろうな、 C4 役はまあたくさんいそうなんで、まあ、多分3人ぐらいいるんだろうね、 C4 持ち、バンディ、バルキリー、ミラ、それからまあもう一人いるんで、もしかしたら持ってるかもしれない、有刺鉄線とかもないしね、C4 持ちがいるんで、ここはちょっと厳しいだろうなと、設置フェイント入れるにも時間も微妙なんで、はい、厳しそうだなっていう感じですね。ってなると、じゃあどこで設置しようか、ミラ窓がで、わ、ここ補強されてるじゃんってこと思ってます。っていうことは、ここで設置がいける、ミラ窓からも見づらい、でここで設置さえ通れば上からね落とし戸から見れるし、あ、ちょうどいいじゃんっていうことで、ここで設置しようって決めてます、ここで。ってなると、じゃあここで設置する際に邪魔な存在って何かないかっていうのを確認します、ここで。で、そこでミラが見えたんで、あ、ここにミラがいると設置の時にバレて、それにやられちゃうなっていうことで、まずはミラを倒しに行きます。はい、で倒し行って、でここでねミラを負傷させるんですけど、見てほしいポイントとしては、ここ撃たれてます、僕あの中央階から、ここから撃たれてます、中央階から撃たれてるんですけど、全く見向きもせずこっちに行くんですけど、あのここがね結構大事なポイントで、初心者の方っていうか、まあ僕が初心者の頃絶対そうだっただろうなと思うのが、ミラを倒した後に、うわ、千代海撃たれてる、千代海生きてるって言って千代海見ると思うんですよ、ここで。でも実際それは必要なくって、なんでまあ必要ないかっていうと、僕はですね、ここの下でここで設置したい、でそこを設置する時に邪魔な存在ってミラだけなんですよ、今のところ。なので、まあ簡単に見ると、設置したい、じゃあ邪魔なミラを倒しに行こう、ミラ負傷させれた、はい、もう設置通る、じゃあ設置行きますと、はい、これがもう一番最短ルートというか、もう設置さえ通せばこっちのもんなんで、上取って上で上を、上がってきたのはスリッツさんがね倒してます。はい、ここでミラ倒した瞬間にスリッツさんがまた3つけてる、スリッチが空き部屋いなかったら、僕は確実にその中央階を警戒してますけど、スレッチが上にいたんで、ここはもうそこから来る敵はねスレッチで任せて、僕は設置行くっていうのが最適っていう判断をしたんですけど、それもこのドローニングでね、この瞬間でもここで設置したい、ここなら設置通る、じゃあ邪魔な敵はここにいないか、あ、いるミラだっていうふうな判断をしてるんで、これをしてないと、ミラーを負傷した後に瞬時にね設置っていう判断ができないんですよ。倒して、あ、中央界生きてる、中央界倒さないととかっていうことを考えちゃうんですけど、僕の頭の中はミラーさえ排除しちゃえば設置は通るっていう考えなん で、上の敵は味方に任せてすぐ設置に入ると、はい、このちょっともね隙を許さずに設置入るっていうのはめちゃくちゃ大事なんで、ドローニングするときは敵の存在だけじゃなくて、
置き場所とか、ガジェットの場所、それから設置できそうな場所とか、いろんなことを考えながら回すといいのかなと思います。まあ、そう言ってる理由もね、今これ話した内容で分かったと思うんですけど、はい、じゃあ設置役としてはまず設置まで、まあ、行けたと。で、設置中も設置した後どうするかっていうのを考えます。で、今僕が設置中に考えてることっていうのは、まず、1階か上の階、落とし戸からこのディフューザーっていうのを見たいわけですよね。相手がディフューザーを解除しようとしたら落とし戸から見れるようにしたいんで、空き部屋の落とし戸、空き部屋は絶対取っときたい。で、今現状としてはスレッジが取ってる状態で、僕が1回撃たれたじゃないですか、途中ここで中央階から。で、1人中央階上がってきてるの分かってたんですけど、設置するよ、ここで。ここでキルログもちゃんと見てます。で、設置中にスレッジが倒しました。っていうことはもう確実に中央階から上がってきた敵をね、スレッジが倒してる。じゃあ中央階から上がってきてる敵はまず倒してる。じゃあとりあえずは1階はある程度安全。じゃあ設置した後、とりあえずその空き部屋さえ取ってれば相手解除できないから、1階をみんなで取っといてっていう報告というかね、指示したんですけど、その後僕はもう上上がらず、この辺うろちょろしてるっていう感じですね。時間を使わせつつで、仮に設置中にスレッジがやられてたってなってたらどうするかっていうと、僕はもうここにいてもね、上の落とし戸からやられるだけなんで、もうダッシュでサーバーまで走って、上取って上みんなで、はい、サーバーまで走ってサーバー階上がって空き部屋を取りに行きます。もうみんなで取りに行きます。空き部屋さえ取れればこのディフューザー解除ってのは見れるんで、今回上に上がらなかった理由としては、もう上をねスレッジさん、またさんつけてる、上をスレッジが取ってて、で敵も倒してる、安全は確保してるっていうことで、上に上がらずこの辺にいる敵をね、ぐるぐる回って押すって判断になりました。まあ、僕は正直ここで死んでも、多分まあほぼ勝ち確定ぐらいの感じで、こっちが有利な状態なんで、はい、っていう感じの最後ですね、終盤。まあもう最後に見よっか。あ、階段サバ階、サバ階、はい、で最後も倒して終わりと。これね、やってることは結構もう毎回同じで、割りたい場所をまず割って、でそっからはドローニングしながらどこで設置をしたいか、まあ、できるかどうか確認して、その後設置できそうな場所を見つけたら、そこを設置する際に邪魔な存在、ガジェットなり敵もそうですね、邪魔な存在を確認して、でその邪魔な存在を倒せるかどうか、倒せそうだったらどうやって倒すか、で倒しました、倒したらじゃあ設置通る、設置します、設置中にじゃあ設置した後どういう風にこのディフューザーをね守ればいいかっていうのを設置しながら、時間はあるんで7秒で考えて、で設置終わったらそれを実行するっていうだけですね。はい、まあそんなことを考えながらプレイしてます。ちょっとね情報が多かったかもしれないですけど、難しい立ち回りだからこそ、初心者向けでこうやって喋りながらね細かく説明したかったんで説明してみましたけど、まあなんか、少しでもためになってれば嬉しいなと思います。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいなと思います。何か質問とかあればコメントでよろしくお願いします。皆様最後までご視聴ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。また次回の動画でお待ちしています。バイバイ。